はいどうも、中プロです。今日のテーマはこちらです。忘れがたき90年代全日本の思い出の外国人レスラーたちということで、まあ四天王プロレス前回の頃ですが、まあゴディ、ウィリアムス、それから、ハンセン、スパイビー、エース、そのあたりですよね、まあクロファット、ダグファーナス、まあそのあたりの有名なところはもちろん、まあ実力派は置いておいて、まあ置いておいて言ったら失礼だね、他実力派じゃないみたいだけど、まあ他にも常連でその頃のね全日本プロレスを彩っていた忘れがたき常連外国人たちをちょっと語ってみたいかなと思います。特にテーマはないです。1人目、リチャード・スリンガーですね。はもうめっちゃ懐かしいですね。テリー・ゴディの甥っ子でしたよね。結構小柄だったけど小気味のいいファイトスタイルやってましたよね。蹴り技もなんか変則の二段蹴りがあったりとか、チャタヌガチュチュだっけ、なんかの必殺技、ボムゲーの技ありましたよね。割とジュニアとかにもねガンガン食い込めていけそうな、すごくね闘志あふれるファイトで好きだったんですけども、なんかいろいろ調べてみると、2000年代に体壊して結構早くして引退しちゃったみたいですね。まあおじさんも亡くなっちゃってますし、今プロレスとはまあ関係ない感じなんでしょうけども、あの当時ですね前座、系統を沸かしていたりとか、まあゴディ・ウィリアムスと組んで、まあ大体やられやすけど役ですけどね、先方役で向かっていくその果敢な姿っていうのは結構ファンの、評価を得ていたんじゃないかと思います。リチャード・スリンガーですね、懐かしいですね。そしてまあ皆さん出てくると思いますけども、サニービーチですね。まあ夏といえばサニービーチ、ビーチボールを持っているサニービーチですけども、もう僕ねこれね、いくら思い出してもサニービーチがボールを持って入場して、そのボールを投げ込む、そしてサーフィン USA で入場する、それ以上の内容全く覚えてないんですよね。どんな試合してたっけ、ちょっとね分かる人書き込んでもらってもいいですか。もう全く覚えてない、ちょっとちゃんと見直すようにいたします。で今回そのサニービーチのことを話しようと思って、語ろうと思ってですね、ちょっと調べたらちょっとびっくりしたのが、サニービーチ195センチの125キロ、すごいいい体格なんです。スーパーヘビー級なんですよね。なのに全然食い込めなかったっていうのは、やっぱかなりしょっぱかったんじゃないかなと思います。ちなみに、UWF ですね。UWF といっても、あの UWF ではないですけども、UWF の方にも、アメリカの UWF の方にですね、参戦している選手になりますね。一人歴史ありですね。はい、サニービーチです。そして、サニービーチときたら、皆さんの大好きな、帰ってきたいいやつ、ジョー・ディートンですね。ジョー・ディートンもファイトスタイルとか覚えてますか？木村さん愛してますと、木村このバカ野郎と、あとピンク色のタイツで悪役紹介に入っていたことぐらいしかイメージがなくて、ブルドッキングヘッドロックかなんかやってたっけ、もう全くこの辺はファイトスタイル覚えてないです。もうなんかファミリー軍団と楽しい試合やってたというイメージぐらいしかないですね。まあアメリカで大体このサニービーチとかジョー・ディートンとかアメリカでどんな活動してたのっていうところですけど、ジョー・ディートンに関してはジョージア系のレスリングに結構ですね、出ていたので、やっぱローカルタイプのプロレスラーだったと思うんですね。まあ、サウスカロライナかなとかで、結構レスリングの試合あれ出ていたというような感じらしいです。まあ、いずれにしてもですね、この時代、まあ、本当に、実力、まあ、ハードヒットっていう感じのプロレス前線にのところでしたけども、こういうやっぱり脇を固める外国人たちがいたこともですね、すごく花を添えるというか存在感、すごくあって、まあ、そういうトータルパッケージの全日本プロレスというのはすごい好きだったなということを懐かしく思い出したりしました。というわけで今日はですね、90年代を彩った、懐かしい外国人プロレスラーたちのお話をさせていただきました。今日の動画面白かったという方はチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それでは今日はこれで終わります。中プロでした。